どうも皆さんこんにちは、漫画雑談所のケロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はジャンプ19号掲載の呪術廻戦最新256話、陣外魔境新宿決戦28の解説考察をやっていこうと思います。ついに現れたミゲル。術式ハクナラーナを駆使してスクナと対等に渡り合うミゲルと、それに対応するスクナ。スクナ渾身の黒線がラルーに直撃し、スクナの反転術式が回復してしまうのではというところで終わった前回。果たしてスクナ回復の展開はどうなってしまうのでしょうか。この動画はジャンプ本誌の内容を含みますので、単行本派の方、本誌未読の方はネタバレにご注意ください。今回はこれらの内容に触れていきます。目標の登録者1000人突破まであと少しのところまで行きました。チャンネル未登録のそこのあなた、高評価チャンネル登録していただけると本当にモチベーションになりますので、何卒です。それでは早速やっていきましょう。開幕差し込まれた五条による黒線の解説。かいつまんで説明すると、黒線の発動は完全に運ということになるのですが、これにより陸眼持ちの五条ですら黒線を狙って出すのは不可能ということで確定しました。以前の五条 VS 宿儺戦で、五条がここぞという場面で黒線を放ったことについて、僕自身五条は黒線を狙って出しているのではと考察していましたが、あの時の五条についてもただ乗っていただけだからというのが確定したわけですね。その上で前回含め計4回の黒線を決めた宿儺。五条は2回の黒線で呪力の出力を取り戻していたので、おそらく宿儺もそれに近しい状態になっていると仮定するのがいいかもしれません。通常の斬撃の威力も上昇しているとのことで、さすがに反転術式が完全に回復するまでにはなんとか決着をつけたいところですね。一方で宿儺が出力を取り戻してもなお虎杖による魂への攻撃自体は有効のようで、長宗曰くどんなに黒線で調子を上げようと有事の攻撃を食らえばまた呪力出力や肉体の支配は鈍るとのこと。宿儺が調子を取り戻すペースと虎杖が宿儺を削るペースのシーソーゲームになりそうな予感がしていますが、次週以降でどのような展開になるのかが気になりますね。個人的に何気にこの展開は熱かったですね。宿儺に飛びついた虎杖がゼロ距離で放つ鮮血。以前から虎杖が赤血槍術を従えているような描写はそこかしこにありましたが、これにより虎杖が赤血槍術を習得しているというのも確定しました。その上で今の虎杖は血液を圧縮する白蓮をうまく扱えないため、長宗から白蓮で圧縮された血液を渡され、それを鮮血として放ったというのが流れとして非常に綺麗です。弟思いの兄が弟のために手負いの中技を託すというのは王道展開として非常に熱いです。それをやっているのが極度のブラコンでネタ枠になっている長宗というのがじわじわきますが、赤輪躍動といった技を披露する虎杖なんかは今後も見てみたいですね。ラルーのサポートで宿儺の注意を引き、そこに打ち込まれる渾身の黒線と虎杖有事が覚醒するのナレーション。黒線により潜在能力の全てが解放されるというのはもちろんですが、ここに来て主人公がやっと覚醒したのは読者としては嬉しいですね。正直なことを言うと、個人的にはこのタイミングでの覚醒はかなり唐突だなとネガティブな感想を抱いてしまうんですが、それはそれとして、これまで宿儺に対して戦力差で劣っていた主人公が周囲のサポートと力の吸収、そして土壇場の覚醒により同じ土俵に立つというのはやはり熱い展開ですし、今後のことをいろいろと妄想考察してしまいます。まず今の虎杖が覚醒したとして、何が宿儺に対して有効打になるのかという点ですが、シンプルな呪力出力の向上と打撃の組み合わせだけでは宿儺相手に通用するとは思えないですし、そうなるとやはり赤血槍術の活用か、これまで回収されていない謎の腕が絡んでくる感じでしょうか。赤血槍術に関しては前述の通り、今の虎杖は白蓮はうまく扱えず、これに関しては潜在能力どうこうというより術式の連動の問題な気がするので、覚醒したからといってすぐに白蓮が使えるようにはならないと思います。となると白蓮から派生する超新星や鮮血は候補から外れるので、あり得るとすれば先ほども述べましたが、赤輪躍動による身体能力のさらなる向上あたりでしょうか。研ぎ澄まされた身体能力と魂に干渉する打撃で宿儺を削りつつ、心が折れた伏黒をどうにか復活させることができれば宿儺を倒すことに希望が持てそうですが、果たしてどうなるのでしょうか。次週は救済とのことなので、2週間後を楽しみに待とうと思います。今回の動画はここまでです。このチャンネルでは呪術廻戦を中心にジャンプ漫画の解説考察動画を緩く発信しています。深く分かりやすい動画を作っていきますので、よければもう一本漫画雑談所の動画をご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。よしなに。